はい、本日もやってまいりました。RBBC チャンネルです。はい、本日の MC はまた関西魂中西がお送りします。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、今日皆さん、お三方に来ていただきました。今日のね、トーク内容っていうのは、キャプテントークということでですね、新旧キャプテン、足立選手、楠本選手、そして内藤新キャプテンに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、ですね、初っ端なんで、足立選手からまた自己紹介、あと、最近お家でハマっていることをまたお願いします。またですか。はい、またです。初めまして、10年目になります。足立です。硬いですね。最近、ハマっていることは、まあ、はい、ジグソーパズルなんですけど、なかなか、進んでいません。よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。はい、草津選手、お願いします。だいぶ足立さん、緊張ほぐしてきましたね。はい、ラフな感じでお願いします。ラフな感じで。そうですね。皆さん、ご無沙汰します。はい、初めての人は、はじめまして。新潟レビュー XBC 在籍4年目、背番号32番の楠本です。おうち時間は、まあ、自分の、料理を作ったり、本を読んだり、はい、動画を見ながら、はい、自分の時間を過ごしています。はい、よろしくお願いします。ちなみに最近作った料理、これは一押しですっていうのは何ですか？いや、今その凝った料理とかはしてなくて、バランスよく食べることを意識するので、はい、結局鶏を焼いたり、野菜を焼いたりサラダにしたりっていうで。はい、シンプルに食べてます。なるほど。はい。体のためにですね。そうですね、基本的には。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、内藤選手、お願いします。はい。2年目の内藤です。内藤選手？はい。はい。おうち時間は、最近暇すぎるんで、はい、毎日トイレ掃除してます。はい。トイレの神様がいますね。はい、トイレの神様ですね。はい。ありがとうございます。では、早速、ちょっと質問に行きたいんですけれども、まず足立選手がちょっと順調に行きたいんですけども、もちろん、足立選手2015年キャプテンやられて、キャプテンやってよかったなって、やってよかったなっていうことをちょっとお聞きしたいんですけども、何ですか？良かったこと、そうですね。まず、はい、キャプテンっていう大事なポジションっていう、そのトップっていうのを任されたことっていうのが、はい、まず率直に嬉しくて、うん、それで、まあ、キャプテンということで、やっぱりチームの代表で、はい、まあ、そういう先頭に立って、なんか、サポートに向けてとかのインタビューとか、そういうのが、あったりとか、そういうところで、はい、まあ、話す力とか、まあ、そういうところも、うん、が多くあったので、そこら辺の成長っていうのはあったんじゃないかなと思います。はい、あと、やっぱりキャプテンとして、その優勝できたっていう喜びも同時に味わえたので、良、はい、かったと思います。すっごいまだ棒読みですね。ありがとうございます。はい。はい、で、楠本選手、2年キャプテン務められたと思うんですけども、多分2年って僕が在籍してる中で多分2年やられたの楠本キャプテンだけなんですけども、2年やってみてですね、キャプテンやってよかったなっていうことをちょっと教えてください。そうですね、まずまあ、キャプテン楠本っていうキャッチコピーができたことで、応援がすごいシンプルかなっていうのはありますね。はい、ああ。なるほど。確かに聞こえてましたね。うん、確かに1年目は、なんか夏祭りで、で、僕結構初級から行くタイプだったので、はい、はいはいはい。君がぐらいでもう打っちゃって終わりみたいな。はい、はいはいはい。
それが2年目から、はい、キャプテンクスモと1回言ったみたいな夏行きになって、はい、なんかサポーターもキャプテンクスモとだけでよくねみたいなコールになったのが、まあ良かったかなみたいな。これだいぶ凍ってますね。やっぱあれなんですか、はい、こう結構バッターボックスでもやっぱり応援歌って耳入ってくるもんなんですか。いや、全く入らないですね。おお。でも、はい、後から映像とかを見直したらやっぱりそういう感じになってるっていうのが分かったってことなんですね。そうですね、はい、っていうのは、まあ、なるほど。っていうのはすごいジョークで、はい、ジョークか、はい、それはジョーク、はい、で、まあ、一番良かったなと思うのは、まあ、人前で挨拶をする機会が増えたっていうのは足立さんもおっしゃってましたけど、それは社会経験ですごくいいことだなっていうふうには思いました。はい、学生時代っていうのはそういう経験はなかったんですか。学生時代も副キャプテンとかありましたけど、はい、まあ、どちらかというとその部員に対してとか監督コーチに対してっていう経験が多かったんですけど、その野球部以外の方とか、まあ、ある意味だったらスポンサーの方とかサポーターの方に向けてっていうのはまた一つ、違う機会だなと思うので、そこはやっぱり緊張しますし慣れてないと。なるほど。ここはキャプテンとして代表挨拶が多かったので、話す機会をもらえたっていうのはいい経験になったと思います。ありがとうございます。では内藤新キャプテン、まだこうちょっとそういう場がないと思うんですけれども、どうですか、やってみて今県大会で良かったなって思うことちょっと教えてください。あ、そうですね、ダチさんもおっしゃったんですけど、やっぱキャプテンになったんで、はい、メディア露出っていうか取材とか増えたんで、なんか表に出る場が増えたので、まあ、ツイッターの公式アカウントとか、はい、友達とか見てくれてて、それで、まあ、頑張れよっていう、まあ、LINE とか、まあ、DM とか。じゃあこれも今見てくれてるかもしれないですね。そうですね。あ、生放送じゃないですけども、はい、後々見てくれるかもしれないですね。はい、うん、ちゃんと宣伝してくださいね。はい、OK です。ぐらいですかね。まあ特にあんまり今はまだなったばっかりでないんですけど、それぐらいですか、ね、うん、なるほど。まあ今後ね、またそういう機会が増えてくると思うんですけれども、まあで、ちょっとまた最初に戻るんですけども、特にやっぱりこれが一番大きいんじゃないかなと思うんですけども、まあキャプテンをして苦労したことですね。いや、これ結構やっぱり、まあ、自分のプレーもしながらチームをまとめていくっていう大変だったなっていう、そういう、まあ、いい面、まあ、もちろんいい面だと思うんですけども、ここが苦労したなっていうところ、ちょっとまた裏側を教えていただきたいですね、足立選手。はい、そうですね、僕の場合は特に僕の性格上なんですけど、やっぱり何かを口で伝えるっていうのがすごい苦手だったので、まあ、自分の経験を、知ってます、はい、やったときに、まあ、心がけていたのは、本当に自分の姿を見て、ついてきてほしいなっていうのがあって、はい、やってたんですけど、まあ、口で言わなきゃいけない部分もあったので、そういう場面も何回かチャレンジしたことって、はい、チャレンジというか、やっていて、まあ、相手に対してやっぱりうまく伝えられなかったなっていう部分は、ちょっと後悔としては残ってるんですけど、それも1年間あって、はい、本当に苦労したっていう印象がありますね。ああ、なるほど。まあ確かにね、足立選手、はい、ありがとうございます。はい。はい。では、楠本選手、2年もちろんやられて、こう苦労したなっていうところをちょっと教えていただきたいです。はい。まあ苦労したことは、何か特別なことについて苦労したわけではなくて、はい。まあ、自分 の、 そのキャプテンとしての自分なりのスタイルとか、はい、まあ、役割を見つけるまでに苦労したと思いますね。はい、うん、ああ、なるほど。っていうのも、やっぱり、はい。はい、どうぞ。ああ、いいですよ、いいですよ。はい。まあ、今までアマチュアでキャプテンなり副キャプテンを経験したことを踏まえて、はい、アルビでもこうキャプテンとしてどういう、こう役割とかスタイルでいこうかなって思ったときに、はい、やっぱり今までのやり方をやっても、
うまく適応しないとか順応できないっていう場がすごいあったので、そこはあの、どういうふうにこう持っていったらいいのかとかっていうのはやっぱ変化を求められましたね。だからそこがこう決まってからは あまりそこに対してのストレスとか葛藤は少なかったと思うんですけど、それまでこう見つける中でやっぱり、はい、ああでもないこうでもないっていうようなこう模索はありましたね。それはやっぱり2年目の方が、あ、こういう方向性かなっていうのが見えてきたっていう形ですかね、やっぱり。そうですね、やっぱり1年間やってみて、背伸びしてもしょうがないなっていうふうには気づいて、自分のできる範囲でやってみて、でやっぱり周りに先輩方っているわけですから、僕だけが引っ張るわけじゃなくて、一人一人がリーダーシップ発揮すればチームはおのずといい方向に行くっていうふうに、周りも気づかせてくれて、そこからこうやっぱり協力の輪を広げる、そういう方向に持っていけたと思っています。なるほど、ありがとうございます。はい、まあ内藤キャプテンはね、まだちょっと期間短いと思うんですけども、今現段階で、あ、ここが大変だなっていうところちょっと教えてください。はい、ないです。はい、ありがとうございます。はい、で、もちろんキャプテンに、ね、なったから、こうやっぱり自分の心構え、心境の変化っていうのが多分あると思うんですけども、それをちょっと内藤選手から順番にまた聞いていきます。はい、まあ上、人の上に立場なんで、まあ、僕自身も、まあ、キャプテンじゃない時とか、まあ、やっぱりやってない人に言われるっていうのが一番嫌だったんで、はい、まあ、自分はそこはしっかりやって、まあ、指示、僕もダッチさんと一緒であんま別に指示していく、ガンガン指示していくタイプではないんで、まあ、たまに指示しないといけない時に、まあ、それが役立つように、まあ、自ら率先して行動していけばいいんじゃないかなと思って行動しています。はい、ありがとうございます。楠本選手お願いします。はい、まあ、2年目3年目でキャプテンやりましたけど、心境は特に変わってないですね。おー、それはなんでなんですか？変わったのは役割が変わっただけで、はいはいはい、特にそのチームに対してどうするかっていう役割が変わっただけで、もちろん野球が上手くなりたいとか、チームにフィットするときに、はい、どうしようっていう、まあ、方向性、心境は変わらないですね。おー、なるほど、はい、ちょっと新しい発想ですね。はいはい、安田選手お願いします。はい、寝てました。はそうですね心境の変化、はい、僕もそんなに変わってはいないんですけど、やっぱ自分の思う通りといいますか、その、はい、なんていうんですかね、キャプテンに立つっていうことはやっぱり周りにそういう言わなくて言わなきゃいけない、言いたくはないけど言わなきゃいけないことも言わなきゃいけないですし、それをその秋が言ったように、そのやってないやつに言われるほどなんか、うん、その納得のいくものはないと思ってたので、やっぱり自分がそのキャプテンとしてという立場だったので、まあそういう他の選手にそう頼られないような存在にはなりたくなかったので、頼られる存在になりたかったので、はい、そういうところは心境の変化として思っていました。今頼れる男ですか？任せてください。ありがとうございます。はい、ではちょっと流した感じになっちゃいましたけども、足立選手と楠本選手にちょっと伺いたいんですけども、内藤新キャプテンへのちょっと期待をちょっとお聞かせください。足立選手から。はい。いや、特に一緒に優勝しようぜ。引っ張っててくれ。カットですかね、これ。カットですかね。クソンド選手、お願いします。今の書き消すようなお願いします。足立さん、あれですかね。このオフシーズンにネジが2本ぐらい抜けてますよね。いや、もうネジというよりも全てがなくなってるかもね。そうですね、秋に対してはもちろんバッティングとか守備とかプレーで引っ張っていくのもそうなんですけど、
あまりこう、はい、あの数字での期待はあのいい意味でしてないっていうか力んでほしくないんで、まあ多分あのいい成績は残せると思いますし、まあそれ以上にあの、まあ、チームを作るっていうところであのこう完成形を求めてこうチームを作るんじゃなくて、まあこのいるメンバー、はい、監督コーチ含めた、選手とか球団スタッフ含めた、はい、まあ球団でこの1年間どういうチームを作っていくかっていうその、まあ、プロセスを楽しんでもらえたらいいんじゃないかなって思います。ありがとうございます。なんかすごい足立選手のコメントと楠本選手のコメントすごいなんかありがとうございます。はい、ありがとうございます。ボキャブラリーですよ。ありがとうございます。で、内藤新キャプテンに、もちろんこう、やっぱりね、足立選手、楠本選手、キャプテンを経験されてるんで、聞きたいことをちょっとあれば、ぜひ、この場で聞いていただきたいと思うんですけども。はい、まあ、達さんは優勝、まあ、歩さんも去年、前後期に行って、まあ、成績で言ったら、素晴らしい成績を収めてた時のキャプテンなんで、まあ、シーズン通して、どういう気持ちでっていうか、なんか軸を決めてたのかなと思って、なんかこれだけは貫き通そうとか、こういうのがいいなと思います。いい質問するね、お湯 HS。じゃあこれ、楠本選手からちょっとお答えしてください。心がけていた軸ですか？はい。はい、ありますね。おいや、その、ためなくていいんですけど、別に全然。はい。お願いします。やっぱり準備ですね。うん。その練習に対しても、いろいろマネジメントするべきところがあるんですけど、まあ、具体的に言うと、やっぱりマネージャーが新卒から来たっていうところもあって、こう、まあ、監督も1年目でなんでしたけど、やっぱり自分がサポートできるとこはした方がやっぱチームはよく回った部分もあったので、そういう、選手が準備をする前の準備っていうのは結構力を出したっていうか力を入れた部分かなと思います。そうすれば結局選手は野球に集中できる環境が自分たちで作れるので、それであとはもうプレーで暴れてくださいっていう感じで、はい、そのマネージャーの仕事の部分ってやっぱりすごく大事だなって思いましたし、そのプレーで集中できる環境を作るためには、そのある程度の準備、練習から試合から準備っていうのはすごく必要だなと思ったので、うん、はい、ちょっとまとまってはいないですけど、そこの部分は力を入れてやりました。なるほど。松田選手、分かりましたか？はい、ありがとうございます。わかりました。うん、足立選手どうですか？はい。僕は寝てました。僕はそうですね。まあ軸、はい、まあ自分の中の軸としてはどんな時でも、うんうん、自分のその弱みを見せないというか、どんな勝っても負けても自分の成績が良くても悪くても、まあポーカーフェイスではないですけど、そんなに、はい。周りの選手にそう影響するような表現といいますか、表情っていうのはそんなに出さないようにしてて、どんな時でも冷静さを保ってるっていう姿を見せるようにはしてました。だそうです、内藤選手。はい、ありがとうございます。あれ、ポーカーフェイスでいきます、うん、はい、あ、感情は出してくださいね、喜怒哀楽はね、はい、はい。じゃあ、最後の質問になるんですけれども、ズバリチームをまとめるとは何ぞやと、楠本選手お願いします。これはなんかこう、あれですか、一本グランプリ的な大喜利が必要なんですか？いや、もう好きなようにやってくれたら、これはもうそういう場なんで、ぜひ、はい、僕もそれに突っ込むんで、はい、そうですね、僕なりのチームをまとめるとは、はい、はい、ネーバーである。だいぶ滑った、それ。
アメーバってわかります？アメーバ TV とかやろ？違います。こっちじゃない。あの、顕微鏡で見る微生物みたいなやつですよ。そっちか。ミトコンドリアとかの方ね。ミトコンドリアとかの方ですね。おう、とは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 。とはですか。まあ、やっぱり、とは、その、自分の色とか枠組みをあらかじめ決めて、うん、あの、チームにコミットするんじゃなくて、結局、僕2年間やりましたけど、1年、キャプテン1年目もキャプテン2年目も、やっぱり全く違うチームだなって思ってて、それはあの、やっぱり、選手のね、多種多様な、野球のバックグラウンドがあって、価値観があって野球をするので、それはもう全く違う、こう、色とか、あの、化学反応をやっぱり起こすので、その選手がグラウンドに集まれば。それを、自然に決めてからやってしまうと、どうしても、その色にしようみたいな、こう、葛藤が生まれてしまうので、そうじゃなくて、うん、まあ、そこでこう、1年間やってみて、結局最終的にこうだったよねっていう、こう、ものが、あの、楽しみに、うん、できればキャプテンとしてちょっと面白いんじゃないかなって思います。だからアメーバで。なるほど。それはやっぱり2年やったからこう分かってきたこともあるってことですよね。そうですね。僕はあの2年目で、あの、必勝祈願の4日前にお前キャプテンだって任命されたのでここからそこに比べたらね、だいぶ、はい。なるほど。でもまあ昨年の経験があったからこそやっぱり2年目につながったっていうのがやっぱりありますからね。ありますね、やっぱり。ポットでのキャプテンでこうパッてなった足立選手どうですか？はい、そうですね、まあチームをまとめるということはいかに、はい、勝ちの意識を高めるかというところに尽きると思います。まあ学生野球ももちろん勝ちたいという意識、目指すところはあるとは思うんですけど、はい、僕たちはプロとして野球をやっているので、結果を出さなきゃいけないというところがより周りから求められるところだと思うので、その勝ちに対しての意識っていうのをいかにチーム全体に浸透させていくかっていうのが、そのチームのキャプテンに求められる能力でもあると思うので、そのチームをまとめるというのは、うん、勝ちの意識というのを重要視してほしいと、やっていこうと思っていると思います。いこうと思います。やっとまともなこと言ってくれましたね。ありがとうございます。はい、はい、内藤選手、まだね、さっきも何回も言ってますけども、半年も経ってないんですけども、チームをまとめるとは、この今の歴代キャプテンの話を聞いて、なんぞやと。はい、まあ一番大事なのはやっぱり、まあ年も若い人から、まあ、ベテラン勢までいるので、まあ、コミュニケーションが一番大事かなって僕は思ってて、まあさっきのダチさんの話ではないですけど、はい、その勝ちに対する意識、じゃあ、はい、まあ、僕がキャプテンなんですけど、僕だけ思ってていいのかって言われたら違うんで、そういう同意の臭とか、まあ、泥臭さ、自分、うん、まあ、僕自身が試合中とか練習中に、そういった姿勢を見せれたら、まあ、伝染っていうか、まあ、いい意味で、伝染していくんじゃないかって思うんで、まあ、そういうところを大切にやっていきたいなと思います。ありがとうございます。では最後に、あの、サポーターの皆さんでですね、ご覧になられていると思うんで、メッセージをお願いいたします。足立選手からお願いします。はい、そうですね、世の中本当にこういう状況で、さらにまた緊急事態宣言が延長になって、また1ヶ月程度また伸びてしまうという辛い時期にまた入ってしまっていますが、気持ちを本当に切らさずに、ここを本当に踏ん張って、また球場でお会いできることを、僕たちも本当に今、限られたことを やりながら、また球場でプレーできることを目指してやっているので、これからも諦めずに頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございます。孫選手、お願いします。はい。今は、まあね、選手もサポーターの皆さんも落ち着いて、自宅で生活することが大事だと思うので、来たるその日を楽しみに、今は落ち着いて生活しましょう。そしてまた、笑顔で球場で会える日を楽しみにしていますので、その日まで頑張っていきましょう。ありがとうございます。内藤選手、お願いします。はい。まあ、中西さんとかがこうやって企画してくださってるんで、まあ、僕らもしっかりそれを楽しんでいただけるように、まあ、こういった企画やっていこうと思ってるんで、まあ、新潟アルビレックスの公式アカウント、YouTube のチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いいね。はい。では皆さん、本日お忙しいところお時間作っていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また皆さんちょっと招集かけるんでよろしくお願いします。はい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 、ではすいません。本日の MC、また関西魂の中西圭太でした。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。